亡くなって13年ですか、まあ、その間はまあ僕は全然離れてたんですけど、まあ、昔の若い連中が頑張って、まあ、今日一日かもしれないですけどね、国際プロレスの復活というのは、まあ、こう僕も昔に帰ったみたいで嬉しいですね。もう年は年ですからね、あまり無理しないように、まあ、無理ってもやっぱりお客さんにちゃんと受けるようなねプロである以上は、お金もらってお金を払っていただいて、見せるんですから、プロはプロなりの仕事はしてる。連続技っていうのはね、まあ、なかったですけどね、一発一発がすごくこう、なんとかこう迫力あるようなね、ビル・ロビンソンなんかさ、僕は一番いい勉強になったしね、あの人なんか見て、本当、最初見たときびっくりしたもんね、すごいなと思ったんですよ。ああいうレスリングは僕はやりたいなと思ってますけどね、ジングの上で受け身取ったことないからね、2年と半年ぐらいね、やってないと。だからどういうふうになるかな、生きてるか死んでるかわからないしね。特別な作戦とか、いや別にないですよ。ただリングの上で試合できれば僕は満足なんですよ今はね。いろんなねコーチ受けたね、亡くなったけどジョン・フォーリーとかね、あとルーテイズさんとか、あのバンガニアとかね、来た時に練習教えてもらったりして、それまあ一番思い出残ってますね。もうね、国際時代はもう何百回と試合した相手ですよ。ユルムラさんとかね、菅原はね、デビュー戦した相手ですからね。やっぱ期待に裏切らないように頑張りました、ね。はい。青コーナーより高杉真彦、寺西勇、両選手の入場です。国際プロレスのあれです、ただ荒っぽい試合ですね、あれは思い出多いよね。時間が経ち過ぎてるからね、まあ、自分で動けるか動けないか分かんないけど、ただ一生懸命やってお客さんに見てもらうしかないなと思って。国際プロレスはまあ解散した時にはね、僕とか今の冬木選手とかがね、一番こう新弟子だったんですよ。まあ、ちょっと新しいのもいたんですけども、今も残っている人は一人もいませんからね。ですから自分らが一番最後みたいになっちゃってて、でまあ残念なんですけどもね。ただいろんなこう、お金の面ではね結構苦労したんですけどね、やっぱりプロレスラーの原点というかね、そういうものに対しては心構えかな、そういうのは本当にこう学ばせてもらったということで、もう国際プロレスには僕は感謝してますよ。寺内さんの体調は万全なのがちょっと心配なんですけどね、まあだからといってリングに上がったら関係ないですからね、もうガンガンやってやりますよ。続きまして、米村勤、菅原義信、両選手の入場です。国際プロレスメモリアルタッグマッチ61分一本勝負を行います。サカコーナー、ハイドゲーザグチャンピオン250カウント高杉正彦、トリック235カウント235番号、ヨナブラストーブ、トリック245番号、
チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。